どうも、シモンです。ゴンです。はい、今回ですね、久しぶりにドッキリを仕掛けていこうと思います。ドッキリですね。どういう内容かというと、はい、結構ね、その海外の YouTube とかで多いんだけど、はいはい、トランクが何回閉めても開き続けるって。遠隔で。そう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 、はいはい。以前さ、無限シャンプーでしたじゃん。ずっとシャンプーしてるのにシャンプー上からずっとかけられて、はいはいはい、いつまで経っても流れ落ちないってのやったでしょ。この無限シリーズのトランク版を今回はやってみようと思います。無限トランクで、まあ、前回はねターゲットが山田さんだったんですが、まあ、今回はケンケンをターゲットとしてやっていこうと思います、はい、内容はもう本当にシンプルに、うん、僕がケンケンにこの段ボールをトランクに入れるから持ってってと、はい、もうお願いをしようと思います。でも普通にケンケンがあ、いいっすよって言うと思うのよ。うん、まあ、そこまでは全然簡単じゃん。で、ケンケンが入れますよね。入れたら下で隠れててほしいのよ。はいはいはい。隠れてる時にケンケンが入れて、さあ行こうかっていう時に開く、あれってし、もう一回閉める、はい、で、また行こうかとしたらまた開くっていうことをまあどんだけこうループするのかで、はいはいはい、リアクションを見ていくという、わかりました、ことをやっていこうと思います。了解です。今ですね、向こうの駐車場に車を停めてまして、こちらの車でトランクをね、ガンガン開けまくるってことをやっていこうと思います。ちなみにこんな遠いところから開くのかな。お、めっちゃ今鍵のロックが開いてます。閉めます。うわ、こんだけ遠くても反応するんだ、すごいメルセデス。トランクもちょっと開けてみようか。いきます。開いたー、この距離ですごい。じゃあ閉めます。あら閉まらん、あら閉まらん、開いたけど閉まりません。ちょっとこれは大変だ。あのさ、はい、こっからトランク開けたんだけど、はいはい、開いたんだけど閉まんないのよ。閉まんないの。そうだから、とりあえずこれね、あのこれスペアキーなのよ、はいはい、このスペアキーで、あの、はい、やってもらうんで、ええ、一旦ちょっと降りてトランク開きっぱなしになってるんで、トランク閉めて、でちょっと隠れといてください。わかりました。で、隠れといたら、はい、ケンケンがあの下に来ると思うのよ、はいはい、でトランクに入れたら、うん、開けて入れたら開けてっていうのを繰り返すだけです。わかりました。じゃあお願いします。行きます。はい、開けてみましょうか、うん、ちょっとさ、この段ボールを、はい、あの運びたいのね、はい、でちょっとあの車のさ、はい、トランクに入れてきてほしいのよ。わかりました。ちょっと申し訳ないけど、はい、どうでしょう、はい、あの下止まってるんで、はい、わかりました。うん、ごめん、ありがとう。はい、はい、はい、ということですね、今ケンケンに、段ボールを渡すことができました。これからですね、ちょっとゴンに連絡してみようと思います。もしもし、うん、スタンバイ OK。 今ね、ケンケンに段ボールを渡して下に向かってるんで、多分ね、1、2分ぐらいで来ると思いますんで、計画通りよろしくお願いします。じゃあね、はい、それではドッキリスタート。あれ、本当に開いてるじゃないですか、シンスさん。このボタンで閉めると。はいはいはい、
ケンケンさん、あれ何これ、何これトゥットゥルーですよ、これドッキリですよ。なよ、怒ってましたね、怒ってましたね。最悪、マジで最悪。もう普通縛るってことだよ。ちゃんと閉まりました。閉まったよ、もう針でトランクになった。全てやるから。いいいやいやいや、遠慮しないで、鍵も終わってるし。とりあえずまたやられましたね。今度はゴンをちょっとはめたいと思いますので、期待しててください。ということで、シンドとチャンネル登録と高評価お願いいたします。じゃあの、お疲れ様です。あ、お疲れ。ありがとうね。いいじゃないですか。トランクトランクです。こいつ直ったろ。直ったも何も、鍵開けてただけなんで。こいつがとりあえず、ありがとう。一時はどうなったかと思ったよ。あー、攻めましたよ、ほんと壊れたかと思いました。じゃあとりあえずさ、はい、今回はドッキリだったんで、ダンボール別に持っていく必要ないからさ、ダンボール持って頑張っていいかな。